たいな。今日はね、こちらのうどん屋さんに行こうかなと思います。なんか近々ね、なんか移転するらしいんですけど、初めてこちら行きます。はい、というわけで今回さぬきうどん河原さんにお邪魔させていただきます。よくここを通りかかってたんですけど、実際にこのお店に入るってのは初めてなんですよね。めちゃめちゃ楽しみですね。どんな感じなのかな。はい、では早速いざ入店でございます。はい、お店の中がこんな感じでございます。はい、こんな感じです。そして結構ね、アナウンサーのサインもいっぱいあるということで、まあいろんなテレビ局からね、取材があったと思います。その中でもね、うどん好きで有名な小西さんのサインもありました。すいません、なんか おすすめってありますかね。イカのぶっかけですかね。じゃあイカのぶっかけでお願いします。普通でいいですか。普通で、はい、はい、冷たいのとあったかいの。今日あったかいんで外冷たいので、ね、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。こちらです。すごいボリュームなぶっかけ、結構がっつりなね。なんかね、美味しそうなのと店員さんの勢いがすごいなんか元気づけられるというか。どうぞ。いただきます。うん、あ、結構だいぶコシありますね。めちゃめちゃうまいっすこれ。うわ、やば。うん、もう創業ってどれぐらいなんですか。28年。まあまあ結構その災害があって、もう結構お店閉められてたんですか。いや、3ヶ月。3ヶ月で、もうむちゃくちゃでしたよね。もう泥まみれでお店なのか分かんないようなこの辺とかね。はい、650円になります。はい、あ、ごめんなさい、ちょうど、はい、
バッチリです。もうありがとうございます。はい、これって売り物なんですか。売り物です、売り物です。じゃあここあのいくらでもいいのでここに、あ、じゃあ、いくらでもいいです。出そうと思って100円。わー、すいません、ありがとうございます。もうこれだけしか今はないんですけど。あ、いいっすよ、じゃあ、白で。はい、もうまた、エイロができたら。はい、すいません。ごちそうさまでした。また来ますね。はい、すいません。はい、すいません。いえいえ、すいません、失礼します。はい、ありがとうございます。というわけで、ご視聴お疲れ様でした。今回は岡山県倉敷市真備町有井にありますさぬきうどん川原さんにお邪魔させていただきました。こちらなんですが、西日本豪雨後なんと3ヶ月で営業開始したというお店なんですよね。いやー、すごいびっくりしましたね。たった3ヶ月ですよ。はい、でおすすめはイカのぶっかけということで今回注文させていただきました。はい、まあ食べてみてね、このイカの天ぷらのこのパリパリ具合というか、その衣がね、いい感じでやっぱ食べ応えがあるんですよね。そしてこちらのね、あの麺の方なんですけど、弾力とね、硬さがあって、なんか香川で食べたうどんと似たようなね、感じがするんですよね。やはりもう讃岐うどんってことで、それだけ力を注いでいるということですね。まあその他、まあ忙しい中なんですけど、店員さんがね、いろいろとその対応してくれて、まあね、時折その地元の方といろいろお話しされたりね、地元で本当に愛されているお店かなと思いますね。はい、ぜひ皆さん行ってみてください。営業時間が、11時から、夜の20時までですね。で、定休日が、月曜日なんですけど、まあ、祝日の場合は営業されてるということなので、ぜひ行ってみてください。まあ、近々ね、移転するということです。まあ、移転場所もね、かなり近くの場所なんで、まあ、詳しくはね、Twitter とか SNS 見て、確認してみてください。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。